俺めちゃめちゃ気まずい旅になるかなと思ったんですけど、めっちゃ楽しかったっす。めっちゃ楽しかったっす。よくそれに来ようと思ったね。あ、そう。だからめっちゃ確かに。ひじてぃ。どうも、サグワです。今日は、劇団スカッシュの大塚達也さんと、高鍋良二さん、大人2名と旅行に行ってきます。俺めちゃめちゃ人見知りなのよ。でも急によ、急に来たんよ、連絡が。さやくん、明日って暇じゃないよねみたいな。ラベッチ泊まりでどっか行こうと思ってんだけど、二人じゃあれだから誰か刺激的な人を探してたっつって誘われたら絶対に行くタイプの人間なんだよ。緊張するわマジで。ほんま、ねえねえ、俺達也さんとラベさんと仲良くできると思う？無理だと思う。仲良くできると思う？いや俺も無理だと思う。おじさんと仲良くなるコツ教えてよ。あ、ちょっと待って。俺も言うて、まあ、おじさんとまでいかない、うん、おじさんとまではいかない、ジジおじさんとまでいかないけど、うん、まあ、そういうこと離れてるわけじゃん、うん、だからやっぱ、距離の詰め方は分かるよ。先輩教えてください。まあまあまあ、まあ、いいでしょ、うん、慣れ慣れしく行くこと。あ、マジ意外に逆に慣れ慣れしく行った方がいいの？だって最初俺にどうだった？うん、わかんない。めっちゃ慣れ慣れしく。あ、わかった。考えないで、一発目勝負して。じゃあ普通に、あ、ありがとうございます、呼んでくれて。うわーって言ぐらいな勢い。それは出るわ。じゃあ、行ってきます。いってらっしゃい。あざます。あざます。今日はだからその、はい、元々佐久間君とはちょっと遊んでみたいなと思ってた。なるほどなるほど。でもさ、二十、はい、歳の佐久間君と遊ぶことないじゃん。そもそも。まあそうですね。でもあれだった。ラベスの言った通りだった。あの吉平君呼んだの、あの絶対気まずいからだよって言ってたじゃん。はい。で昨日佐久間君に聞いたら、一人で来るの気まずいから吉平君呼んだの。いやそうでしょ。絶対そうだと思う。そうですって言ってた。絶対そうだ。だって気まずいもんこの三人だったら。いや俺の中でサグワッチはその激しい。本当に？むっちゃ激しい。本当に？いやなんかあれこの間むっちゃ楽しく喋ったのに今日全然喋ってくれんとかあるんよ。俺の中で勝手にアマリリスのライブの時は喋っちゃいけない人っていうか。そんなに？今日はそういうオンだからちょっと高い。いやいやでも多分めっちゃ気使ってるんだと思います。あ、気使ってるのか。逆に一番さ、はい、やんちゃなあの魔王と呼ばれてるさ、はい、まほとくんとさ、はい、一緒にいるわけじゃん。はいはいはい。でも全然大丈夫なんじゃないの？別だってまほとくんは下にはあんだけ強いんだから。はいはいはい。だから上は俺だってまほとくんの後輩には絶対なりたくなかったもん。絶対。そうだからそのあれを受けてるから。そう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 。年上に対して二人ともすごくよくしてくれると思うんですよ。だから逆に年上に気使うことあるでしょ。バリバリの体育会系なんだ。そうかそうか。確かにな。そうか。はい、今ですねユニフォーム上から着たいと思います。はい。この柄っすよ。すごいよ。大丈夫すごい。恥ずかしくなるね。そうえ、ちょっと確かに恥ずかしくなっちゃう。恥ずかしくなる。一つになったんですね。一つになった。ようやくユニフォームが揃った。熱海だ。すげえ景色いいね。おお。入ってあ、涼しい。あ、めっちゃ涼しい。おお。お、え、涼しさ。え、めっちゃいいっすよ。なんこれ。入ってええ嘘だ。これすごい。すごいでしょ、ほら。どう、テンション。すごい。あ、ちゃんとバスローブが。うお、バスローブ。ほら、みんなバスローブで暮らしたいでしょ。暮らしたい。ダメ、ラベシ。まだ飲んないで、ラベシ。飲んないで、ラベシ。お手つき。飲んないで。お手つきだよ。触んないで。まだ。おい。はいやろ。早いよ。何入ってんだよ。ちげえわ。ちげえんだわ。これ何だこれ。早いやろ。なんでそんな早いの。じゃあこっちで一くだりやってたんだから。ダメよそんなやったの。いや、バシャーン。いや、もろチンコ取っちゃったよ。はい、ここで今日は泊まりたいと思います。イエーイ。はい、というわけで、冒頭で説明した通り、高鍋さんと達也さんと旅行に来てるんですけど、冒頭でめちゃめちゃ気まずいって言ってたんですよ。もう仲良くなっちゃいました。確かに。あんなに冒頭すげえ気まずいんだよ。そう、気まずいって言ってたんですよ。この服見たらもう仲いいよ。これで気まずいって言ったらちょっと。いや、相馬さんからアドバイスもらったんですよ。はいはいはい。年上と仲良くなるにはグイグイ行けって。はいはい。俺今日グイグイ来てました。あ、でも朝から結構グイグイ来てた気がする。おっ、タクシー降りてすぐ走ってきてたもんね。なんかなんでこんな今日グイグイ最初。
わかんねえ。シーソーゲーム、シーソーゲームやるねって。シーソーゲームとかある？次回の動画も